瑠璃さんはどこです？そうよ、瑠璃ちゃんはどこにいるの？統合軍戦艦弓張月ですな。この中域にいるはずだが。弓張月、反応消失。艦長は？ちょっと、何かの間違いじゃないの？確かに反応なしなんだ。撃沈されたということなのか。そんな、嫌ですよ。一足遅かったってこと。そんなはずない、俺が探してくる。そうだよ、絶対どこかにいるよ。艦長、エステバリスで出るよ。むやみに出ると敵の攻撃目標になるぞ。チクショウ。ルリちゃん、なでしこし、ご機嫌はいかがかしら。あら、ご挨拶ね。まあいいわ。クリムゾングループ技術開発部、シャロン・ウィードリーと覚えてちょうだい。クリムゾングループだと？クリムゾングループがこんなところで何の用ですかな。取引よ、イネス・フレサンジをこちらに引き渡してもらいたい。バカ、何が目的だ。ボソンジャンプの完璧な制御、そしてその市場独占、そのためにはどうしてもイネス・フレサンジュが必要なの。火星の後継者が新地球連合に代わって新たなる秩序とやらを作ればね。どうやらクリムゾングループが黒幕っていうわけね。お察しの通り、火星の後継者とクリムゾングループの目的は一致してるわ。だからこちらとしても交換条件を用意したのよ。こういうことになってます。ルリちゃん、ルリさん、無事だったんですね。さあ艦長、星野ルリ少佐の命が交換条件よ。ちょっとあんた、ルリルリを返しなさいよ。イネスをおとなしくこちらに引き渡すこと。言っておくけど、下手な小細工は通用しないよ。しっかりやり方が汚ねえな。終わりましたね。ルリさんを人質に取られてはうかつなことはできませんよ。だからといってフレサンジをみすみす敵に渡すわけにもいいか。クリムゾン戦艦の位置は確認しています。